台湾における台北市の一元校の台北市行政区、青山宮台北への歴史は台湾台北地方の歴史を概説する。一般に台北の歴史は1709年に陳頼り明が大株との開墾に着手した時点をもって開始とするが1884年の台北城の設置をもって開始とする見解も存在している。 しかし考古学の視点から捉えれば数千年前に、市内の縁山と芝山岩に、戦士文化が存在しており、またこれ以外にも数箇所で遺跡が発見された十三行文化は、17世紀に台北盆地で活動していた平良保族との関連性が指摘されている1654年に、作成された大台北古地図及びその他文献により、17世紀中期は、 大部分が湿地であった台北地区は、少数の平ら保属者以外の集落は存在しておらず、18世紀に中国大陸の復旧及び関東から移民が流入するまでは、桁がン族が主体となって文化を築いていた。しかし移民の増加と回答が前及び、勘化によりその勢力は次第に消滅していった。やがて移民が中心となった台北は慎長。 統治時代になると文献資料に登場してくることとなったのである。台北市内に位置する円山遺跡及び柴山、岩遺跡の最新の発掘調査により、台北地区には旧石器時代番期には人類が居住していたことが判明している。7000年前、台北が大田室山と観音山に移動され100平方キロメートルに達する大湖であった時代、円山と芝山岩は 水没を免れ湖畔を形成していた。当時の人々は、こうした標高100メートル程度の丘陵地帯に居住し、原始的な農業と狩猟による生活を送っていた、炎山文化の考古学の調査により、台北地区では7000年前から1万年前の先、土器文化である旧石器時代後期に人類の居住が始まったことが判明している。遺物からは、約2.7エーカーの炎山地区に、 戦史時代の人類の活動が読み取れ、打性石器による狩猟生活を送っていたものと考えられる。その内容は、左鎮神や長浜文化との類似性も指摘されるが、それらの外部との交渉に関しては、現在のところ実証されていない。約7000年前から4700年前、沿山地区ではさらに進化した大、高文化が登場する。大、高文化は、 台湾の新石器時代を代表する文化であり、最初に遺跡が発見された大、高遺跡より命名されたが、沿山文化圏内の各地からこの時代の遺跡が発掘されている。この時期の人類は、沿山地区以外に、北部の芝山岩地区にも進出し、類似する二つの遺跡を形成している。大、高文化の集落の規模は小さく、狩猟以外に、 原始的な農業を行っていたことが判明している。研究者の推測では、南東五景民族を祖先とする人々による文化であり、現代の台湾原住民につながる源流であるとされている。芝山岩山町の岩石地面に約4800年前、大高文化を継承した円山文化が台北に出現する。円山文化の特徴としては、 その分布が極めて広大であり、台北市でも台北盆地北側の沿山、芝山岩、は赤土一帯から淡水が沿岸、新見世景下流量岸に広がる丘陵地にまで分布している。1964年から実用化された炭素14測定技術を用い、海塚からの出土品を調査したところ、紀元前2800年から、 紀元前500年まで2000年にわたって文化が持続した。塩山文解石で発見される貝類は、寄水域に生息する種類であり、当時の台北湖が寄水湖であったことを物語っている。またこの時期には、家畜や農業技術も進歩し、すでに稲作が行われていたとも考えられている。またこの時期は、炎山文化街に、芝山岩遺跡の発見により命名された。 芝山岩文化が存在している。約3600年前から3000年前までの期間、存在し、石器、土器、骨格器、木器を用いた農耕生活を送っていた。演山時代の砥石約3000年から1800年前、台北湖は次第に水位を下げ、それまで固定であった台湾盆地南部、現在の台北植物園や、 建国中学一体での人類の活動が可能となった。これらの地区の人々は演山文化を発展させ、さらに中国南部あるいは南方諸島からの移民の影響を受けた新しい文化を創出した。考古学の研究により当時は狩猟から濃厚に生活様式を変化させていたことが推測され、また独特のサイモンドキを制作するなど演山文化より 高度な文化であったと推察されている。約2000年前の植物園文化期、台北は金属期時代へと突入し、重産業文化を代表とする新たな段階を迎えた。この時期になると人類の居住地域も拡大し、すでに述べた文化地区以外に台北市中山区の西人証拠遺跡なども出現している。この重産業文化は、 漢人が台北に進出するまで継続し、石器から鉄器に推移、さらに皇室で石葛色の土器などの発明も行っている。十三行文化は、その発展により前期と後期に分類される。前期は、約二千年前から千年前であり、後期はそれ以降である。後期の十三行文化では、桁が乱続は狩猟及び、農業以外に防石に用いる防水車地などが、 出土している。このほか13行人が居住していた、寒暖屋は、平ら保族及び原住民の建築様式との類似性が指摘されている。寒化した、桁が乱俗系部卒、社13行文化番記は、平ら保族の歴史であるというのが、一般的な専門家の見解である。文献資料による記録はないが、17世の大抵は、 多くの湖が消滅し湿地を中心とする平野へと変貌し、この湿地で漁業、狩猟、焼き畑農業を行っていた。一般的には、平ら補足の一種の桁が乱俗による活動とされている1603年に、近代により表された東番紀、あるいは1697年に、幾久川によって表された、非快紀遊では、17世紀以前は、台北全域が、 ケタガラン族の活動範囲であったと明確に記載されている。伝承では、ケタガラン族の祖先は、台湾東西東端の三天閣に上陸しこの地に移住したと伝わり、1694年に発生した高気王地震の後に移住を余儀なくされその人数は減少したが、なおも台北地区の主要な民族となっていた。この時期台湾南部は、オランダや新により統治されていたが、 台北地区は、平良保族が参拠する未開の平野であった。1632年に84名のスペインによる探検隊が、現在の北投げ者や里属者に進出したが、暗部と不況を行った、以外の開発は行われず、台北における平良保族の時代は1709年に、陳よりによる入植まで続いた。桁が乱続は、早い時期に、寒化が進んだため、 生活に関する文献記録は非常に限定的である。現在のところケタガラン族は他の平ら捕獲族同様母系社会であり、向こ取り込が採用され婚姻と財産分与は女性が継承した。これは肝心社会と大きく異なる点であり、現在でも台北の一部にこのような制度が残されている。また、台北の多くの地名がケタガラン語に由来し、大流、 北投げ等が一般に知られている。有力な平ら補属の社群としては、警部卒者が挙げられる。20世紀以前、台湾平らタガラン族の死刑部落都市、現在の台北淡水化子の大稲一帯に居住していた。オランダ人が1654年に作成した、大台北湖地図には、警部卒者は100個を超える規模として記録されている。地図はまた、大大北湖地図図右が、 淡水下流域、警部卒害以外に規模が大きい医者群として、大波社がある。これは、現在の大流、及び、延山一帯で活動していた。大波社に関する最初の記録としては、大台北古地図がある。17世紀にオランダは二度にわたる調査を行い、大波社には十数個数十人の規模としているが、北部の平ら補足は凶暴であり、 不況のために社軍に入る多くの者が殺害されたとも、記載があり、実際の人数はこの限りでなかったと考えられる。1620年代にオランダとスペインは台湾に侵入し、統治体制を築いた。しかし、両国の統治範囲に台北地域は含まれていなかった。その要因としては、当時の台北は、商宅が広がる荒野であり、 船舶輸送に適した港湾が設置できない台北市より台湾ア・キールンを主要拠点としていたためである。その後帝成港がオランダ勢力を駆逐し、その勢力を北方に伸ばしたが、キールンや淡水を拠点としたに過ぎず、1683年に清氏による台湾統治が開始されても、当初は台北が開発されることはなかった。 しかし18世紀初頭になると台北地区に入植する漢人は急激に増加し、大稲、市林の3カ所を中心に台北の開発が進み、19世紀末に台北府城が設置されると飛躍的な発展を遂げるに至った。辰山寺18世紀より、福建の貧乱人と関東の八カ人移民が台北地区に入植し、開発を進めた。 新大当初の台北は朝廷による開発自体よりも移民勢力を中心に開発が進められ移民による台北開発の時代であった文化的に優位にあった漢人の進出により毛田が乱族は漢化が急速に進行し20世紀初には民族としての独自性を創出していた台北で初めて本格的な開墾事業を行ったのは18世紀初の 陳頼り混合事業である。陳頼昭は、泉州出身であり、陳天章、陳方春、頼長は、陳建白、大天クルルと共に1709年に共同して、台北地区を開発すべく組織を結成し、陳頼昭とはこれら組織に参加した人物の性を合わせた故障である。陳頼り混合は、台湾北部の大株都地区の開墾を申請し、鈴口、大流、 大稲などの現在の台北市中心部を開発の対象としていた。この開発事業により台北の歴史は一般にが発祥の地とされ、辰山寺、清水岩尾などの石史的建築物は先週混合とともに台湾にもたらされたものである。陳より混合は18世紀初の台湾における最大規模の肝心入植事業であったと同時に、以降台北地区の平ら補足営 同化を求め結果的に絶滅させることにつながっている1723年しかずたかによる反乱が収束したが反乱は台湾北部の平保族に相当な影響を与え漢人は新朝官員に所属し平保族との衝突を備える防衛方針を採用した台湾漁師呉田知霊は新朝に上層し淡水町を新たに設置 大公敬意北を統治させるとし、台湾北部地区に初めて肝心による行政機構が設置されることとなった。しかし当時の台北地区は平ら保族が居住する茂る境であり、無用な衝突を回避するために、成長は大陸からの肝心移民を厳しく禁じた。それにもかかわらず、台北地区の広大な平野部を開墾しようとする肝心の移入は続き、 この禁令は早くも実行力を失っていた。流行1729年、関東八家人の菅岳一族が、拳山に進出し、開墾に着手、現地の平良保族との紛争を引き起こし、菅人側に数百名の犠牲者を出した。この事件により新朝は再度台北を茂る会とし、入植を禁止するとともに平良保族と菅人との間に境界を設け、それを越えて、 開墾狩猟、交易を行うことを禁止している。1731年には、淡水町は、漢人入植者の管理のために八里に巡検士を設置した。その行政範囲は、ひまめ門、北投げ、南港に相当する。1740年、先州人の入植に続き、福建召州からの移民が退去して台湾に移住した。その代表的な人物が、 各鈴流であり、その指導の下小州人は松山一帯に進出、さらに新店屋を付加計より、灌外設備を整備し、警備、交換から松山に至る、用水路、流行の改作を進め、流行の完成により小州人の開墾は急成長した。また1741年には何知らんによる、内湖市林開発。 1742年から1749年にかけての先週人による木作、発火人的による拳山開発なども盛んに行われ、肝心勢力の成長とともに平ら保族との衝突事件も減少し、また、肝心と平ら保族の間の通恨が進んだ。このような肝火が進行する状況下、1765年にはリバンド地が設置され、 平イラ保族の勘家政策が推進され、勘化された熟版平イラ保族は93社、基準した、成番は200数十社にも及んだ。18世紀に続き19世紀の台北への歴史も、肝心移民の活動による歴史である両先州3、友人が居住すると昇州人が居住する8、知らんで引き続き開墾が行われ、先州道安人が居住する、大稲と大流、も、 大きな発展を遂げ、平、補足を勘化させた以外に分類回答と称される衝突事件が発生。これにより新庁は台北不条設置の必要性を検討し始めた。一府西風尾18世紀中期、多くの先州人が台北の任意民し、現地の平補足と通婚が進むと人口が増大の強制へと発展した。1759年には、 都市が設置されたが、新築淡水町が管轄する出先機関でしかなかった。1808年、軍事的な意味合いの強かった都市を県進むと改めたことにより、台北行政の中心となり、また公文書の中でもの文字が使用されるようになった。翌年、新庁は2、台湾へを設置。1825年には長官を遊撃から三省へと昇格させた。 これらの行政制度の改革によりそれまで台北北部の軍事を担当していた新地区から日月中平を置く台北星が誕生し台北の名称も公文書の中に出現するようになりそれまで台南以北の名称であった台北が正式に台北地区の名称として使用されるようになったのである新庁の長所が暫時台北に移転した以外 への移民及び開発も急激な発展を見せ、両明キラは、台北通り力の中でその規模を4000個から5000個と記録し、一府にしか造と称されは、台湾三大都市の一つとして発展するに至った。大稲と、大流の開発1853年、での分類、海東構えで敗北した泉州道安人は一族を、引いて、より数理北方に位置する大井根、大稲。 二十市商業に従事するようになった。19世紀中期以降は、大稲での商業の発展が、台北の発展史へとつながった。大稲のワトソンズ大役坊同安人が、大稲一帯に居住すると、その地に港が設けられ、堆積も進行していない、淡水川、ジャンク船の航行が可能であったため水運を利用した商業に従事。 商業の発展により大稲は、と並ぶ台北の二大集落となった。先週道安人は、大稲、を開発した以外、大流、へも進出している。1802年、先週道安人の大元木、大里式、陳蘭木、陳登木、小秋のり、帝、西源の六個はこの地で商業を行うために、進出している。分類回答芝山井は愛門遺跡。 1859年の泉勢力が数ヶ月にわたって退治した新朝統治時代の台北での肝心移民集落は、その多くが泉両系で占められ、大規模な集落として、四輪、大稲、大流の四地が存在していた。泉の領地は共に、府県の地であり、言語習慣も共通点があったが、闘争以来領地には、 経済利権と宗教を原因とする衝突が繰り返され、台湾に移住した後も双方は激しく対立した。1787年、小州人、林総文が民衆を率いて反乱を起こすと、それは松山、内子に影響を及ぼし林小文なる人物を生み出した。林総文は小州人であり、先州人の居住地域を襲い、加えて、 林総文の反乱では、先州人と小州人の意見の相合を生み、それが、やがて分類起頭と称される、大規模な武力衝突に発展する。1809年から1860年にかけて、分類回頭が、台北の四大集落を舞台に、それまで発生していたいただきした、広報や回頭に加え泉回頭が発生した。その中でも1八百九年、百四十六年、 1850年、1859年に発生したものは大規模かつ計画的であり、成長に衝撃を与えた。昇州人と先州人の武力衝突の原因は複雑であり、土地の分配や利水権利、病児の混流における意見対立など要因が複雑に交錯している。加えて、当時は新朝の統治も限定的であったことよりこれらの衝突を未然に、 防止することができず、民間での衝突を傍観していたことも、事態を深刻化させた。多くの泉海島の中でも1859年に発生した海島が、最も激しく、昇州人八知んの集落を全焼させるなどの被害を出した。この時は、地域の指針が、両者の調停に乗り出し、講和が成立。これ以降、激しい気頭は発生しなくなった。 台北府城台北府城北門台北が台湾の中心となったのは1880年代の台北府の設置と台北城の建築に始まる。これらの措置により台湾の行政の中心が台南より台北に正式に移転し、台北が台湾の政治経済の中心となった。これは1871年にはボタン社事件の発生により日本との外交問題に発展し、 新朝が台北の軍事的な重要性を認識したことにより、促進された政策であり、1875年に、復権準部陣茂三木が県議した一府山、建設地の総ずりが認可され、台北府上が成立することとなった。台北立府の県議が、近順されて間もなく、台北を防衛拠点とすべくと、大稲の間の未開発地にこれ台北城を建設し、 台北府城館所、葬病などを設置することとなった。初代地府の陳保市集むと1881年に着任した復建準備の市に行く A により建設準備が積極的に進められ、1882年に台湾道、流により着工され、1884年に完成している。台北城の完成に続き城内に文病、部病、西欧病、 上皇病、天皇宮などが次々に建設されたほか、淡水町、台北府、府正市、台湾巡部東芽門なども建設され、台北城が台湾の政治のみならず宗教の中心としての地位を確立するに至った。またその後は台湾巡部、流明殿による鉄道、電気などの社会インフラの整備が進み、近代都市として変貌を遂げていくことになる。 下関条約により日本に割上された台湾は1895年より日本による統治が開始された。台北は台湾の中で地理的に最も日本本土に近く、また新興都市であったため都市計画の実施が容易であったこともあり、台湾総督府は台北を台湾の政治経済の中心とした。台湾総督府の主導の下台北市は ソフトハード両面で急速に台湾の中心都市、そして日本の重要都市としての整備が進み、人口の急激な集中を生み出した。1904年、台北は台湾最大の人口を要する都市となり、1935年に台湾の人口が530万人となった際、 わずか1%の面積の台北の人口は33万人を突破していた1904年より台北の人口集中が開始された1895年の日清戦争の結果台湾の割譲を獲得した日本は軍による台湾接収を開始した順調に台北入場を果たした日本軍はその後台北を台湾統治の中心地にすべく積極的な政策を展開する 1899年交付の台北市最初の都市計画である台北市区計画では道路整備のために城内の分業部業の撤去を計画し、並びに台北城の城壁を撤去し、台北市の範囲を拡大した。それまで1平方キロメートルの範囲であった台北を数倍から数十倍の範囲に拡大し、道路を整備し、大稲ほどとの二大地区を融合させ、 一大都市とするものであり、交通改善のために、鉄道整備、バロック式道路の整備、台北と周辺地区を連絡する橋脚の建設を行った。これらの政策の結果大幅に交通インフラが整備された台北は1904年頃より過度な人口集中の兆候を呈するようになった。数度の市区改正を経た1930年代、台湾総督府は、 台北の社会インフラ整備に努め、主要政府機関の庁舎、大量の工学校の建設を推進するとともに、台北市の範囲拡大を進めた。日本による幼稚初期の頃、台北城内には、新大の館長や家屋などが残っていたが、台湾総督府の設置とともに、多くの日本人移民が台北に流入し、それらの政府機関や住居の建設への需要が高まっていた。 そのため、西門街、富護街では、新大の建築を撤去しての再開発が進められ、台湾総督府、台湾銀行、台北州庁、専売局などの政府官庁が建設された。これらの建築物は、華麗な外見と、堅固なレンガ作りであり、戦後の台湾の復興にも、大きな役割を果たしている。教育面では1895年に、台湾総督府により、 台北各地に国語練習所が設置され、日本語教育が実施、その後工学校と解消されている。1919年には台湾教育令が交付され、強制的な義務教育の実施を台湾で実施、台湾での就学率が70%を超えるようになった。台北市内での工学校の設置は、泉漢人が密集する大稲、万華、大流、 市林地区に集中されていた。社会教育面では、台湾の転職や原発などの老朽の改善を目標とする機関が設立され、台北では、台北町風俗会寮会、同風会、大犬同風会などが設置された。1923年には、台北市の同風会は、計51箇所となり、会員数は14万人にまで増加している。これらの団体は後に、 強化連合会と解消されている。ハード面の整備以外に台北は台湾における土壌工、標準時間、衣服規定など、これら近代政策が次々と導入された。これらの社会整備の進行により台北は農村社会から現代都市へと変貌を遂げ、1935年の台湾博覧会ではそれらの現代都市としての台北市が広く宣伝された。 台湾神社1920年代、旧台北城内はすでに各種建築物で、飽和状態となっていたが、なおも多くの日本人が台湾に移住していた。そのため、都市空間の不足以外に、地下の高騰も発生し、それに対応するため台北城の西部の万家と大稲の間に新たに、市場、郵便局、神社、学校などを設置した。これが西門町の誕生であり、 現在でも台北の繁華街の一つとして存在している。しかし西門町への開発も限界があり、台北は淡水河に沿って南北への開発が進められていく。これにより南門近くの龍馬国地省は新興住宅地となった。このほか1920年代から1930年代にかけて市内北部に台湾神社が建立され、直視街道が建設された。 大自家付近は高級住宅地となり、その雰囲気は現代に伝えられている。1930年代になると南北への開発以外に東部への開発も行われた。人口60万人を想定した都市計画の中で総督府は東門付近に学校予定地を大量に確保、東門町及び富田町での学校建設が行われると同時に、 新たな住宅地が設置され、みその村や昭和町などの深海地を形成した。1935年、南北及び東区の急速な発展に伴い、面積が100平方キロメートルに至らない、台北市に日本人8万人、台湾人18万人が居住するようになった。また、府県からの商人もあり、当時の台北市の人口は32万人を突破。 総人口530万人の台湾で、わずか0.003%の面積の台北市に6.3%もの人口が集中することとなった。1930年代になると、日中戦争が勃発、戦火から離れていた台湾であるが戦争の影響により、台北市の経済は停滞するようになった。そうした状況下でも多くの台北肝人は公民化運動に参加、 太平洋戦争末期には日本軍人、軍属として従軍している。また戦争は物資の欠乏と人口の流出を招いた。1944年の台北大空襲では市内人口が大幅に減少し、堺町、京町、文部町、書院町、赤市町、朝日町などに位置する主要官庁などが大きな被害を受けている。1945年8月、 日本の降伏により台湾は中華民国に統治されることとなり、台北市中心の台北公会堂において日本の降伏式典が行われ、ここに日本統治時代は終焉を迎えた。1945年、日本の降伏により太平洋戦争が終結すると台湾は国民政府の時代に入る。1947年の2.28事件など、 政治的な問題が表面化することあったが、台北市は政府により台湾省の政治経済の中心として発展していくことになる。また、国境内戦の結果、1949年により国民政府が仙台すると台北市は中華民国の実質的な首都として政治経済方面での建設が推進されていくことになった。1949年に200万人の 国民政府先代、1960年代の台湾中南部からの北部への進学、就職による人口移動により、台北市の人口は急激に増加した。また、アメリカからの援助により、道路、住宅、学校等の公共整備が進められると、市内東部の農地の開発が推進された。1970年代から1980年代に、かければ台北は、 高度経済成長を遂げ、各種主要建築物を集中させる新議計画区が誕生した。これらにより台北は国際化都市に向け発展することとなり、現在は旧市街や商業エリアと調和した都市計画が課題となっている。1945年台湾が国民政府により接収されると同年10月に台北に台湾省行政長官公所が設立され、 台北を引き続き台湾の政治経済の中心都市とすることとなった。しかし十数万の日本人が引き上げたことにより台北の人口は30万から20万に急激に減少、人口減少による生産と消費の低下、さらに国境内戦によるインフレの進行により当時の台北では大きな経済的な混乱が発生した。まもなく多いね。 にて228事件が発生すると、台北市内も大きな政治的混乱に巻き込まれることとなった。1950年代の台北市発展は、大量の外省人による台北新住民問題を引き起こした。当時200万人もの外省人が台北に移住し、加えて1960年代になると、就学や就業の機会を求める台湾中南部からの移民も流入し、 戦後20万であった人口も1967年には100万人を超えた。この急速な人口増加に対応すべく郊外の木作、森林、南港などの地区の開発を進めた。また、台北市政府は日本統治時代の都市計画のほかに土地の有効利用を促進する目的で旧建築物を撤去しての再開発を行った。この時期の台北の発展は 現代都市建築のための建築に代表される。しかし予想を超える人口増加は交通、環境、公共衛生問題での対応が不可能となり、1970年代には台北市では各種社会問題が表面化していた。1970年代から1980年代にかけて台北は高層住宅地の建設以外に、 市内の交通問題を改善すべく各種交通の整備が積極的に展開された。1980年代後半には台北市内の鉄道の地下起動化及び早雲の建設が開始された。工事に伴い輸送能力の低下した台北市内は交通暗黒期と称されたが、これらの工事により騒音、振動、大気汚染を減少させ、 沿線住民の交通環境の改善を実現している1970年代の国立国府記念館。台北101と市政府は未完成である1980年代中期になると台湾の高度経済成長に伴い大量の外国資本が投入され台北はサービス業を主体とする都市へと変貌した。 それらは1984年のセブンイレブンと1983年のマクドナルドなどの台北進出に代表され、台北の産業構造に大きな変化を与え、従来型の焦点が次々に淘汰されていった。さらに1987年の改憲令解除と政治の自由化政策が実現すると、台北市は自由な都市空間として変貌していく。 政治の自由化は経済活動を刺激し、生活を多様化を実現した台北は国際都市として変貌し、台北の生活様式が台湾全土に影響を与える情報発信基地としての地位を確立した。しかし、経済の発展は物価上昇、地価高騰、格差拡大、環境問題等を引き起こし、これらの問題は 台北市民の生活満足度を低下されたほか、一部の台北市民のキールン市、東園市、新築市などへの人口流出現象を喪失した。1980年代末期、台北の人口増加率は緩慢なものとなり、衛生都市の出現で、台北市は大台北地区の生活圏の一地区と変化した。新規創卓1 9九十年代より、鉄道の地下軌道化、 自動車専用道路、台北都市運、バス専用レーンなどの交通施設が次々と完成し、台北市内の交通事情は相当程度改善された。この他台北市政府は人文を呼び、教育環境の利便性の向上に努め、市民主義という概念のカサービス業を中心とした多元化された都市を目指した都市計画が実施された。今世紀に入ると、 台北市市長の政権交代劇、1997年の白赤月め事件などによる治安問題、1999年に発生した921大地震での東西大老崩壊、2001年の台風による浸水被害、2002年の台北滑水、2003年の SARS などの事件を経ながらも台北市は国際都市として発展を続けている都市計画面では、 大北東区に台北101をランドマークとする審議計画区開発は進められ、台北市政府及び議会も当地に移転している。またこれら国際化推進と同時に、伝統建築のユース、文化的活を認めた台北市政府は、2000年より文化財保護に乗り出し、庶民伝統の重視による文化産業の推進、台北学の提唱と政府資料の公開など、 台北文化の創出も積極的に行われている。ありがとうございます。